キンプリ平野紫仕様の YouTube 暴露ミスイ報道がファンを激怒させたわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってキングピンス、キンプリを脱退し、ジャニーズ事務所を退所した平野仕様。 脱退に至った経緯が未だはっきりしない中、一部週刊誌が YouTube で暴露しようとしていたと報じたことで、生き通るファンが相次いでいる。キンプリといえば、昨年11月にファンクラブサイトに動画をアップし、平野らメンバー3人の脱退を発表。その際、平野は海外で活躍できるグループになることを目指して頑張ってきました。 自分の年齢と向き合った時に海外で活躍できるグループを目指すというのはそこにグループの活動方針を踏まえた上で全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまい目標を失い今回の決断に至りましたと説明していたこれを最後に 平野の口から退場の真相が語られることはなかったが、今月6日発売の女性自身公文社は、平野がある YouTube チャンネルで退場の経緯を明かそうとしていたという映像制作関係者の証言を掲載。それによると、昨年末に平野に出演オファーがあり、今年5月末以降に撮影予定だったものの、結局、平野はこの出演を見送ったという。 この報道を受け、ネット上では、こんな話、誰が信じるのかな平野耀は、そんなレベルの低い人間じゃないこと、ファンはみんなわかってるよ。くだらない記事は止めてほしい。これ、どこの情報ですか大事な仲間に迷惑がかかるような、そんな品のないことするような人じゃないです。と、同志に激怒するファンが続出。一方で、く君ならありえるかも。 見た目はキラキラだけど、中身は曲がったことが大嫌いな熱い男だから。確かに最後のブログがあんな感じだったら YouTube で暴露しようとしてても不思議じゃないかも、という声も見られる。なお、平野はジャニーズ事務所との契約終了約1時間前にあたる5月22日午後11時頃、ジャニーズ公式モバイルサイトのブログ連載、ショータイム、を更新。 ジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏、2019年失去の名前を出しつつ、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった、ただできないと言われたら仕方がない。とつづり、事務所の誰かから海外進出はできないと言われたことを匂わせた。 しかし、同24日付の東スポウェブは、この疑惑に対するジャニーズ事務所の回答として、海外進出に対して厳しいと明言した事実は一切ございません、とのコメントを掲載。これを受け、ファンからは、嘘こけ。保身のために平野が嘘ついたように仕向けるな、はぁ、あ、潮君が嘘つくわけないじゃん、とジャニーズ事務所への怒りの声が相次いでいた。 多くの平野ファンから、あの紫陽くんがそんなことするわけない、と反感を買っている YouTube 暴露未遂報道。仮に本当だとしたら、ファンの反応を見る限り、平野が思い止まったのは大正解だったと言えそうだ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。